ただいまから2016年第32回日本国際賞ジャパンプライズ受賞式を挙行いたします。皆様、天皇皇后両陛下のご臨席でございます。第32回日本国際賞受賞者のご入場です。ジャパンプライズはその創設以来、一貫して科学技術の進歩と人類の平和と繁栄に貢献することを使命として参りました。その間の受賞者とその業績の系譜をたどりますと、それはまさに世界の科学技術の進歩と人類への貢献の歴史をそのまま映し出しております。細野博士の成果の本質は、物質内の電子の振る舞いに注目し、ナノ構造レベルでは酸化物の電子にはもっと自由度があり、それを操作することで物質は全く新しいものに変質するという仮説を打ち立てられ、いわば狙って新しい物質を生み出してこられた点にあると私たちは考えます。タンクスリー博士は作物の染色体地図を作成して重要な QTL を見つけ出し、それを DNA マーカー、つまり DNA の目印として利用することで有料個体の選別に科学的な裏付けを得ることが可能となったのです。細野博士、おめでとうございます。物質は世の中のニーズとあったときに材料へと進化をいたします。ガラスの透明な半導体は幸いにも高性能ディスプレイへ応用されつつあります。しかしながら鉄の超伝導やエレクトライドという物質の材料への進化というのはまさにこれからです。今日受賞をいただきました大賞というのは過去のことです。本当に重要なのは今とこれからです。引き続き物質材料の研究に精進をしたいと思っております。Congratulations, Dr. Tanksley. My research has focused on the development and deployment of molecular genetic maps to increase the rate and precision of the breeding process. Thanks to these tools and many other developments in the life sciences, we now have the ability to significantly accelerate the development of the high-yielding crops needed to keep pace with growing world food demand. It was always my dream to participate in these beneficial discoveries, and I'm very lucky to have found a career that allowed me to do so. 両博士の偉大なご功績に改めて敬意を表するとともに、ご家族の方々をはじめ、長年にわたる研究を支えてこられた関係者の皆様方に、心よりお喜びを申し上げます。
今宵ご来臨の皆様とともにお二人の偉業をたたえ喜びを分かち合いたいと存じます。ここに皆さんとともに杯を挙げて、細野英雄博士、スティーブン・タンクスリー博士の日本国際賞の受賞をお祝いし、合わせて受賞者並びに礼夫人のご健康とご多幸をお祈りします。この度栄えある日本国際賞を受賞されました細野英雄博士並びにスティーブン・タンクスリー博士、誠におめでとうございます。また長年にわたりご研究を支えてこられましたご家族関係各位におかれましては、お喜びもひとしおのことと衷心よりお祝いを申し上げます。ありふれた物質を独自の視点から見直して誰も気がつかなかった新しい性質あるいは機能をですね、見出した時の感激というのは、これは研究者ならではです。目から鱗が落ちるような感激をですね、味わいたいために多分研究をやってるのかなと思う時もあります。それから私は材料の研究者ですので、単なる物質を使われる材料にどうやってジャンプさせるかと、これが材料研究者の肝です。やはり自分たちが見出した新物質やですね、新機能が社会に実装されるように工夫をしていきたいと思います。やはり材料というのは使われてこそ材料です。 And while I'm most fortunate to receive this award, I'm also aware that the recognition is not mine alone. We are all the combination of the support provided to us by the societies in which we were raised and the many people who have helped us along our way. I have been especially fortunate to have been helped by a multitude of kind and generous people.